最終日シリーズ2日目の戦いをお送りしているボートレース唐津、朝から唐津の4日間シリーズズバッと鍋チャンネル杯、競争水面には予選競争第8レースのメンバーが登場。スタート展示では3号艇の峰が1コースでしたが、現在6艇の並びバック側で1、3、4、5、2、6となっています。手の藤井です。進入スタイルは3対3インコースから1番、3番、4番、5番、2番、6番となるです。スタートしましたよ。12レースの開始です。対戦メンバーは1号艇佐賀の峰竜太、2号艇広島の島川光男、3号艇福岡の鶴田勲、4号艇福岡の松田隆、5号艇岡山の山本周一、6号艇福岡の関裕也です。峰が1号艇で登場です。ここまで3戦2勝2連敗、シリーズを引っ張っています。ダントツトップ通過を目指して、ここは紅枠戦、地元の陰線となります。そして2コース2号艇の島川光男、
前走は2着で3連単をキープしています。そして3コース3号艇の鶴田です。4レースは抜きで昨日から連勝中、得点は2位につけている鶴田、3コースから。そしてスローの4コースに6号艇の関となりました。ダッシュは2艇、角の5コースに4号艇の松田隆、現在ボーダー近辺にいます。そして大外6コースは5号艇の山本周一、ここまで3走オール2着です。新入スタイルは4対2、インコースから1番2番3番6番